ございます。AKB48 チームエイト富山県代表のハーピョンこと橋本アルナです。イエーイ。ということで、本日配信をしていきます。イエイ。寝起き、あ、でもテロップ書かない方がいいか、やめとこう。どうも、眠たいですね。めちゃめちゃ。ね、こんな朝からメイクするわけないじゃん。私の配信のあれは9時から、夜の9時からですよ。全然みんなの、あの、みんながやってるの見ながらでも間に合う。こんな朝からメイクするわけない。オープニングのメンバーでもないのに。しないです。はい、無理、眠すぎ、あと睡眠時間足りなすぎ。絶対無理です。うん。うわ、ハートいっぱいありがとう。ちょっと待って。ミラーボール。ギャロンさん、ミラーボールありがとうございます。歌います。二度寝したいんだけどね、こちらにも用事がありましてね、ちょっと二度寝するとピンチなんでございますよね。二度寝はできるんですけど、時間的には二度寝するともう起きてこないと思うので、自分が。はい、歌詞、女の子に預かる愛は走りたくなる時がある、何もかも捨てて愛に向かうよ。ありがとうございます。キャロンさん、ミラーボールありがとう。あざまる水産、よいちょまる、よいちょ。なんかね、絶対5時に起きるぞって思ってたら起きれた。5時半なんですけど、起きたのは結局5時半なんですけど。
そう、アラームもいやかけてたんだけど、アラーム鳴る前に起きて、あまだそう20分ぐらいに起きたんですよ、20分ちょっとで起きたら、あまだ5時20分ぐらいかと思って、そういやこれはまだ寝れるぞと思って6時半くらいまでに配信始めればまあ最悪大丈夫だからまだ寝れるぞと思って、寝ようと思ったら5時半にかけてたアラームがまあ10分後ぐらいになって、うるさくて起きた、あ起きなきゃダメだと思って、そうちょっとまつげ美容液塗りますね。まつげ美容液って目のそのまつげが清潔な状態で塗らなきゃいけないんですけど、さっき顔洗ってまつげ今めっちゃ清潔な状態なので、すいませんこんな時に塗っちゃってへへ、いや絶対6時周辺6時過ぎってさ、もうメンバーみんなやってるっしょ、配信かぶるよ。まあ起きれたから言えることなんですけどね、これよかった、起きてて、てか起きれて、まあ他のメンバーは関係ない、何時にやってようと自分が今配信できてるから OK。 はい、すごいみんなの情報が飛んでくる、この時間にこのメンバーやってたよ、みんな通知オンにしてるんだね。ハルピョンのこともしといてね。アンタロさんミラーボールありがとうございます。何もかも捨てて愛に向かうよ、恋をするたびスカート開いひるがいし、ハートに火がついたように。アンタロさんミラーボールありがとうございました。ひとつこうへいさん、ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。面白いスマホスタンドを机の上で走らせてます。あのあれみたい、船のうーみたいね。今日は睡眠不足、それな、山内さんハートありがとうございます。玉木さんもハートありがとうございます。2人キュンです、ありがとう。あ、なんかメンバーが配信始めましたの情報は大丈夫ですうん大丈夫です、
ギャロンさん、またまたミラーボールありがとう、ありがとうございます。恋をするたびスカート左に流し、後に火がついたように、私たち恋の知恵と何をしても許される年頃よ。ありがとうございます、ミラーボール。いらないって、もうなんか通知オンにしてない、しな、うん、何もう分かんない、何喋ってるか分かんないけど、メンバーが配信始めた情報はいらないです。はい、おやすみなさい、寝てくださいバージョン R さん、ハートありがとうございます、キュンです。マックミックさん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。嘘だ、通知来てないよ、通知っていうか嘘は良くない、嘘じゃなかった、私が見逃してたごめん。のぶゆきさん、ミラーボールありがとうございます、嘘だとか言っちゃった、ごめんのぶゆきさん、ごめん、曲決めていいよ、まあ私が知ってる曲に知ってる曲っていうかごめん、のぶゆきさんごめんね、お腹空いてるわ。サットさん、ハートありがとう。キュンです。ありがとうございます。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。来ない、何だろう、何がいいのかな、何がいいのかな、記憶のジレンマ言ってたよ、なんで私いつも見逃すねあら記憶のジレンマ、877日ありがとうございます。そう、朝早いからってことで誰もいない冬の海は独り言が似合いそう
とうございます。ミラーボールありがとうございました。マックメックさん、カナリンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。テングちゃん、テングちゃん、テングピョンゾーパン、クマありがとうございます。カムサハムニダーありがとう。クマありがとうございます。ありがとう。早起きできた、ハヤピョン褒めてあげたい、褒めてほしいです、マジで。はい、本当に褒めてほしい。この後は17時間配信を見ましょう。みんな、もう朝ってさ、一番私、朝が一番私機嫌悪いんですけど、朝で寝不足なのが一番超最悪のね、機嫌最悪なんですけど、もう今日はそれが重なってます、今。はい。朝で機嫌悪い、寝不足で機嫌悪い、もう最悪の最悪の最悪が今重なってます。ともゆきさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ホアンさん、黄色ドラマありがとうございます、ありがとうございます。はにゃってマジでどんな日本語って感じですよね、今の若い子たち。すごいよね。た、うん、やっちんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さあ、ということで、もう私はね、本当にね、良くないね、この寝不足は。今日の楽しみはスマホスタンドを動かして警笛みたいな音を鳴らすことですいや、明日もね早起きなんだよね、ちょっと。そう、テングピョンズオッパー、クマありがとう。カムサハムニダーありがとうございます、ありがとうございます。カムサハムニダー。そうだから、ちょっとね、ちゃんと寝れる日を、でももうすぐ来る、それはちょっとしたら来るから、それまで頑張ります。
信行さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。うん、頑張るよ遠い目ですもん、本当に頑張るよって感じ。うん、本当に本当にそれな。一人待って、充電なくない？私携帯。まあいいか、今すれば。どうしてメガネかけてるんですか？だって目が悪いからだよ。うん、そう、目悪いんです。私朝からローモが元気やな。なんか偵察されたんですけど誰こんな朝早くから動いてる人、やめてよ。寝てんだよこっちは起きてるけど朝からローモが偵察してこないでもらっていいですか本当にもう。サットさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。本当になんで元気なの、そんなに意味わかんない。わ、ここのギルドの人あれだ、昨日私のことなんか公開のネットワークみたいなチャットみたいなとこに載せた人だ。お前このどこに行った、逃げたな、ここにいる。あ、逃げた、逃げられました。はぁ、偵察して逃げられました。お前はい、マー君さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。トミユキさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。バージョン R さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ということで、それではランキング見ます早めでもないけど、終わっちゃうぞ。7時から配信見、ありがとう、見てくれて嬉しいです、よろしくです。すごい、みんなめっちゃ配信してる。みあ、めっちゃじゃない、4人だった
めっちゃじゃないよ全然。ランキング読みます。1位テングピョンズオッパ、クマさんありがとうございました。クマさんハムニダありがとう。2位ギャローさんありがとうございます。3位ともゆきさんありがとうございます。4位 A ダッシュアットピョンズさんありがとうございます。5位、マフィンアットなんだ48新聞ピョンチェキ通す、おめでとう、よかったね、ありがとうございます。6位キサス浩平さんありがとうございます。7位山内さんありがとうございます。8位ネバーストップアット久々の寝起きピョンも愛おしいぜイエイありがとうございます。9位マックミックさんありがとうございます。10位バージョン R さんありがとうございます。11位のぶゆきさんありがとうございます。ミラーボール見逃してごめんなさい12位アンタロさんありがとうございます。13位サプライズレバーアットチームチラさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はヒロジーさんです。ありがとうございます。ということでありがとうございました。この後7時なんかここでね宣伝するのも強豪だろうって言われるんだよななんでなんとも言えないんですけど、まあ私はあの忘れた21時40分からと23時40分からちょっととあるお仕事がありますのでよろしくお願いしますはい、ありがとう頑張ってね、ありがとう。なんかさ、まあいいやん問題は何時、あ、全然何時まで、でも多分さ、たまごさんなのかな、インスタのさ DM でさコメント、そのクイズ考えてくれ、同じ人物なのかな分かんないけど、なんかたまごさん見たような人みたいな何喋ってるんだろう。そうなんですけど、あのインスタの DM の方じゃなくて、そのクイズ質問って書いてあるところに送ってほしい。なんていうの、わかるかな、 DM の方に多分いっぱい来ちゃってるんですけど、そっちじゃなくて、そのここのテキスト入力ってところをここ押してもらって、そしたらこうやって出てくるので、ここに入れていただけたら嬉しいかなって思います。はい、よろしくお願いします。ごめんね、ちょっと私の見やすさの問題なんですけど、あのいやそんぐらい見ろよって言われたらちょっとそれまでなんですけど、はい、私の見やすさ問題DM も、あ、全然 DM も送っていただいて嬉しいんですけど、あの返信することはできないので、そこのとこだけよろしくお願いします。あとアンチはお断りですはい、もう毎日のように来るんで、本当にアンチはお断りですさよなら。さくたろうさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。ということで、いや見てない。削除してます。すぐに。なんかもう同じ人からしか来ないから、あんま
またこの人から今日もなんか来たわと思ってうん、だから何本当にアンチのコメントじゃないかもしれないけど、いつもアンチのコメントだからそれももう見たくもないから削除してます、ごめんなさい白状しますうん、ごめんねうん、本当にそれね、毎日私のことそんな私だったら嫌いな人にメッセージ送りたくないので、そんなに好きなんだなって思ってます、私も私もそれは思ってる、むしろなんかいろんなことについて言ってくれてるから、あ、そんなに私の SNS 見てんだこの人と思って大好きじゃん私のことって思ってます正直ね、そう伝わってないかもしれないけど大好きなんだな私のことって思って見てます、はい、まあでもお断りですということで、まあランキング名読んだので終わりにします、ありがとうみんな早起きしてくれて、まあみんなからしたらあれかもしれないけど、みんなからしたら普通の時間なんだけど、ハルピョンこの時間早起きっていうの、いつも何時に起きてんだよって思うかもしれないけど、そこは言及しないでもらってはい、よろしくお願いします、ということで、それではこの後7時から見てね、バイバイ、おやすみな、おやすみじゃないよ、いつもの癖でおやすみって言っちゃった、寝ないですよ、ちゃんと起きてます、さよなら、またね、じゃあまた9時40分、やっと夜の21時40分頃にお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またね。